こんにちは、です。今回は皆さんシーズン7始まってですね、もうすでに2本、まあ今日もねもう1本出したと思うんですけども、 XP 皆さんねシーズン7かなりレベルを上げなきゃいけないので、またね XP が必要になってくるわけなんですけども、今回ねもうこれはねもうぜひこれもうほんと見てほしい。めっちゃねすごく簡単に XP が入手できるね、とある方法をね僕見つけたので、ぜひよかったらですねちょっとこれ参考に、もう本当にお早めに急がないとできなくなってしまうかもしれないので、この後詳しいやり方を説明していこうと思います。はい、というわけでですね、じゃあ早速説明していこうと思うんですけど、今回モードがですね、今こちら来ている、こちらのフリーキーフライトエアロイヤルということで、こちらがですね、すごいんですよ。で、ちょっと今回これをね、実際にやりながらどんな感じで XP が入手できるのか細かく説明していこうかなと思います。はい、というわけでですね、今回こちらフリーキーフライトというね、モードをやっていくんですけども、今回ね、お姉さんと一緒にこのマップを使ってレベル上げしていきたいと思うんですが、前回紹介したね、60万 XP もらえる、そういうマップもチームランブルみたいな感じで青と赤に分かれてもう戦うみたいな感じだったんですけど、今回もですねまあそんなような感じの二手に分かれてやるチャレンジで、前回のはバナナとかリンゴとかを食べてこう経験値もらうみたいな感じで武器のダメージだったりとかキル数取れなかったんですけど、今回はなんとですね簡単にこちらで、でまずまあ一応変える武器決まってるんですけど、まあこんな感じで適当にね武器を決めてもらうと、この外に出てもらうと向こう側にね敵陣地があるわけですよ。で、あそこの敵が倒せる敵になっているので、こっからまず狙うとか。で、あと向こうに行くには、X-Wingを使って向こう側に行くんですけども、まずこっからできるチャレンジがですね、このスナイパーで、こうやって狙うことができるんですけど、ここで相手を射抜くと、150メートルからのキルっていうチャレンジが入るわけですよ。で、それが3、10、25、50、100っていう感じのチャレンジ内容になっておりまして、もう3回ここから取れれば、もういけるんですよ。多分これお姉さんとまた別チームかな？お姉さん何チーム？あれ別か、あのね、味方とも別のチームになってしまうんで、ちょっともしかしたら、あれなんですけど、そして、あとね、ダメージを与えるっていうのもカウントされるんですよ。そのダメージを与えるっていうのが、5000、2万5000、7万5000、15万、50万ということで、これもカウントされます。なので、もう何の武器でもいいから、そのダメージを与えると、カウントされます。で、あとチームメイトの、例えば今僕ね、多分このチームメイトこんな感じで7、8人ぐらいいると思うんですけど、この7、8人のね、チームメイトのキルをサポートすると、それもカウントされます。で、その回数が5、20、50、100、250というこの回数、これをやるだけでカウントされますということで。じゃあちょっと向こう側行きますか、せっかくなら。武器何持ってってもいいんですよ。まあ、使える武器であれば本当に、あのお金、この間と同じようにね、お金でこう買うような感じになってるので、あとはこの敵陣地に乗り込んで、この武器を使って、はい、これでやるわけなんですけど、なんとですね、はい、これで1、はい、2、これで2カウントされてるわけですよ。ちょっとチャレンジのね、あの回数が見れないので、あれなんですけど、やばいやばいやられちゃう、あぶねえ、 OK、 はい、これで3。で、先ほどね、撮った映像があるので、それで見れると思うんですけど、はい、OK。これカウントされるんですよ。アサルトライフル、ストル、ショットガン、SMG、スナイパーライフル。で、近接武器なんで、なんかあの爆破系とか、そういう感じのも全部、なんと、いけます。で、共通で全部、3、10、25、75、150の、その150回とか倒せ、マックス150回倒せば、このミッションクリアできるということでですね。どうですか皆さんこれ。やばくない？たったこれだけで、いけてしまうわけですよ。あ、やばいやられちゃう！あー、ダメだ。ただキル取れればね、あの証拠の映像もあるのでしっかり、もうたったこれだけでいけてしまうと。なので、まあ、例えばこの辺のロケランとか、まあ、220でいけるんで、何人か倒せばこのコインがもらえるんでね、あの自分の武器をアップグレードすることができるんですよ。特にロケランとかってあんまり出ないし、そんなにキル取れないじゃないですか。やっぱそう、取れないんですよ。やっぱロケランとかって難しいから、だから、まあ、これがねそう簡単に取れないロケランがめっちゃ簡単に取れるって思うとすげえ楽なんよねこれ。はい、どんどん当てていくよ。 OK、 これで OK、 これでもう1カウントされてます。さあ見てください、どんどんいきます、どんどん倒します。お、倒した倒した倒した。ちょっとカウントされないかな。まあちゃんとね実際に倒してそのもらった経験値のとこ映像を撮ってあるんでそれは大丈夫なんですけど、いやーやべえこれ最高じゃん。ほらもうどんどん倒せんの。しかもロケランやばいよマジで。オーケー、もう結構ね、ショットガンとかまあ普通に日常的に使ってると、割とね、こう、終わってしまうので、もう結構回数こなしちゃってるんですよね。ここに。はい、オーケー、アサルトで、月間もこれも入りますと。
あと一応ね、さっきのダメージを与えると同じような感じなんですけども、ちょっと待って、ここで、うわーん道連れにしていく。あと、ちょっとここにはないんですけど、一応含まれてるのが、コモン、あ、これもいけるかな？コモンとアンコモンの武器でダメージを与えるみたいなのもあるの、あ、駆除か。倒すみたいなのもあるんで、5、25、100、250、500。なので、この弓矢か、あと、あとあるかな？ちょっと弓矢ぐらいしかないかもしれんな、もしかしたら。あれでダメ、撃破できれば、一応、カウントが入るという感じになりますね。あとは上からダメージを与えるですね。あれ？お姉さん？これお姉さんですかね？あー、俺も殺された。今はね、平面だったと思うんですけど、上からダメージを与えるっていうね、このちょっと人よりも上のとこからいければダメージが上から入ったってことになるので、それでいけるわけですよ。はっ、やおうしないですね。1000、5000、1万、2万5000、5万という感じでいけますと。どうですか皆さん、これ、いやー、最高じゃない。一応乗り物からこうダメージを与えるとかは今回カウントないらしいので、まあこれだ、今紹介した分だけになるんですけども、いやでも面白い上にこのダメージまで入るっていうさ、普通になんか適当にさ、暇な時間遊んでるだけでもね、経験値入るわけですよ。いや、しかもこのモード普通に面白いね。なんかキルが普通のより取りやすいので、なかなかね、面白いんですけど。はい、オッケー。これでオッケーね。あとは上、ちょっとなんか敵少なくなっちゃったの。ごめんな、お姉さん。ごめんな。っていう感じで、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ一応、曖昧までね、その、入手した時の経験値、もらった時のね、その映像を、くっつけてると思うんで、もう今だけだと思います。もうできる方は今のうちにやっときましょう。本当に。なんとですね、今回僕が紹介したこの、XP のチャレンジ、全部、もしクリアすると、84万 XP です。やばくないですか、お姉さん。84万 XP です。で、もう一つ、お忘れなのが、これ一応クリエ扱いなので、クリエイティブ放置もね、対応できるわけですよ。で、今1時間15分まで対応できるので、1時間15分マックスでこれやって入ったとしたら、全部で12万6000、今入りましたね。ちょうど今入りました。なので、これ全部やると、もうなんと、合計100万いきます。累計すると、100万 XP が、なんと、入手できてしまうということで、どうですか、皆さんこれ。12万6000、なので約100万の XP がもらえることに、まあ、正確に言うと96万6千経験値がもらえるわけなんですけども、皆さんやるしかないでしょ。もう今しかないっていう、ジャパネット高田もちょっともうびっくりするぐらいの経験値量なので、ぜひ皆さん気になる方はですね、こちらのモードぜひ遊んでみてください。この動画最後まで見てくれてありがとうございます。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価していただけると非常に嬉しいので、もしこの動画いいなと思っていただけた方、ぜひ押していただけると嬉しいです。というわけで、また別のね、そういう経験値とかそういう動画あったらまたあげようと思うので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今日の動画は以上となります。また別の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。